よい子さん、かずみちちゃん、おはよう。わらさん、こばら。金魚姫さん、ワドさん、おはようから。金魚姫さん、ただいまホワイトニングマウスウォッシュ中です。ボーボーわらさん、自分のログイン名で入れなくなってた。あやさん、こんばんは。あやさん、裸ですか？ボーボーわらさん、ワドさん、お元気？
姫さん歯磨き中。あんま元気じゃないね。あんま元気じゃない。おはよう。頭痛いし、ちょっとやばいね。不調です。ほうほう、あらさん、今年も終わりですが。早かったね、今年の終わりね。早かった。ボーボーわらさん不調なの。不調だね。頭痛いし。あやさん明日で今年も最後ね。明日で最後か。そっか、金魚姫さん風邪ひいたの。いや頭痛い、調子悪い。金魚姫さん頭痛薬飲んだ。俺薬は飲まない。あやさん風邪かしら。風邪かな。あんま調子よくないね。ダーチさんはとゴミやびつぶしてくれな。は？金魚姫さん、この前のエアコンつかない時の寒さにやられたかな。なんで俺がみやびつぶさないといけないの。は？なんか勘違いしないこの人。エアコン、いや体調悪いよ、もうずっとここ3ヶ月間ぐらい。調子悪いね。だガクンって昨日の夜疲れた。ちゃんは昨日ガクンって疲れた。すげえ頭痛い。めちゃめちゃ頭痛いね。ボーボーわらさんがくん、うん、金魚姫さん温かいもの飲もう。温かいもの飲むか。アトム大好きさん、こんばんは。裸で寒くないの。寒いっすよ。ルシスアットマック BF1CP753 放送お疲れ様です。お疲れ。ルシスアットマック BF1CP753 風船を3個プレゼントしました。金魚姫さん、左右でもいいからさ。お湯飲んだ方がいい。左右とか飲まないかな。
あやさん羽織るものと温かい牛乳とか。牛乳飲まないですよ。金魚姫さん糖分制限してるから体力落ちるんだよね。ああ。なるほどね。ああ、糖質制限はしてないけどね、糖分控えてるから、それはあるかもしれないね。頭の痛さ。な、でも炭水化物とか取ってるからね。あやさん食べてないんですか？なお米とかは食べてるんで。マキルさん昨晩配信者が4人集まってこたつで2時間だんまり続けるという事故があったらしいですよ。あーすごいですね。いらっしゃい。香ばしいですね。いや俺今年一面白かったけどね。今年一笑ったよ。トメイケさん面白かったよ。金魚姫さん脳の栄養は糖分だから糖質制限してる人は難しいんだよね。アトム大好きさんワドさんドタキャン。ドタキャンだね。ドタキャンだね。気づかなかった言われるまで。ドタキャンじゃん。ボーボーわらさん糖質制限してるんだ。うん。だからさっきから言ってるけど、俺は糖質制限はしてないから。あやさんはどさん、モテる腕は？俺モテないね。女性から告白されたことないですね、人生で。男性からはありますけど。ヘイシッ！ヘイシッ！モテないっすよ。あー金魚姫さんくしゃみ、あやさんレーツソ。嘘じゃない、本当だよ。全くモテないよ。あ、痛えな、マジで。頭痛とかないのにな、普段。金魚姫さん頭に響くくしゃみはやばい。いや昨日の最後の枠からずっと頭痛いよ。
寝起きで余計ひどくなってる。金魚姫さん、こめかみ痛い。こめかみっつうかね、後頭部だね。後頭部とこめかみ。アトム大好きさん、頭痛薬ないの？頭痛薬は飲まないですね。後頭部と首の付け根とここら辺、この両サイド。サオちゃんさん、ロキソニン飲んだらいいのに。うん、俺は薬怖いんだよね。金魚姫さん、首がぐるんて回せる？あ、それは回せるでしょ。その物理的な痛さじゃないから。メトロさん、解放さんの枠見たけど不器用だぬわ。金魚姫さん、中身の痛さだね。そうそうそう。ボーボーわらさん、偏頭痛ならコーヒーで治るよ。嘘、コーヒー買ってきていい？マジで。コーヒー飲むか。コーヒー買ってきていい？金魚姫さん、買ってきて。コーヒー買ってこよう。あやさん、よいよ。メトロさん、この寒さで。じゃあ行ってくるわ。ボーボーわらさん、温かくしてね。あやさん、あの格好で。メトロさん、少しために買ってけばいいのに。姫さん、さすがにパンイチはないよね。あやさん、ちゃんと温かい格好で行ってくださいね。金魚姫さん、洋服が大嫌いなワドちゃん。あやさん、そうなんですか。メトロさん、寒いと自分家から出たくなくなるよね。あやさん、確かにね。あやさん、コンビニに行ったのかな。
金魚姫さん近くに自販機あるみたいよ。メトロさん、一日中布団の中いてぬくぬくしたい。あやさんなら良いけどね。金魚姫さん、和戸さんは自販機限定のタリースコーヒー無糖が好きみたいです。あやさん、私も布団の中好きよ。ケビ、あやさん、帰ってきた。金魚姫さん、KP。メトロさん、バリスタコーヒー24本入りは、おわっちやたの。あやさん、飲む姿かわいい。え、24本入り終わっちゃったってどういうこと？飲み終わって送られてきたの？金魚姫さん、生姜とかない？しょうがないな、しょうがないな。金魚姫さん、チューブでもいいから蜂蜜生姜飲もう。蜂蜜もないよないよ、両方ともない。あ、本当だ、コーヒーで収まるね、和らぐ。なんでなんだろう。金魚姫さん、温まったからだよ。ああ。あやさん、そうだね、生姜温まるよね。金魚姫さん、プラスカフェイン。うん、金魚姫さん、表情が真面目に頭痛い顔だね。うん、
匿名係長ただの花火師さん、早く元気になれ。ありがとうね、クール花火ありがとう。なんだろうねこの頭痛ね。3発もありがとう、無理しないでね、ありがとうね。あーありがとうね、ありがとう。今日何しよっかな。今日なんかニュースかなんかあった？配信会ニュース、マキルさん、便所太郎さんとテルチャンピルがツイキャスへ行こう。あ、それ聞いてたかんな。俺もツイキャスに移行した理由その2つだかんな。この2人が移動するって言った時に、あ、もう終わったと思って、それでツイキャス行くっていう。ボーボーわらさん移行したんだ。っていうか、もともと便所さんはツイキャスの人だから、ふわっちを休止っていうのが正しいよね。テルは移籍だけど、まあそうなるよな。ツイキャスで結果出したくなってるんでしょう。テルは完全移行なの？それとも両方やるって感じなの？マキルさん、テルちゃん今日いきなりキャスで泥酔配信してた。攻めるね。ウサン、シンさん、お前はどうすんだ？テルは完全移行なの？マラさん、テルはキャスでも大丈夫なん？金魚姫さん、テルちゃん脱いでたよ。大丈夫かよ、いきなりおすすめ規制じゃないのそれ。まあそういう時期だよな。ルナさん、イベントだけ戻ってくるって。金稼ぐ時だけ戻ってくんだ。マキルさん、泥酔してて思惑は全くわからないわら。いや、酔っ払って神会作ってっていう感じだよ。ウサン、シンさん、キャスでカズミチ。これキャスもやってる、すでに。ハピネスアットウナちゃん、おしさん、和道先生はどつ？はい、和どつ。モイモイさん、和道さんは完全には移行しないの？考えてるね、考えてる。どうしようか考えてる。まあ昨日のキツネ枠、なぜ鳴かず飛ばずなのか。昨日のキツネ枠でちょっとこれ本当まずいなとは思ったけど、閲覧200あって花火ゼロだったから、あ、もうキツネ枠もやべえなと思ってるね。
っていうのもさ、ほら日報書いてるからさ、狐枠の花火の飛び率と通常枠の花火の飛び率見れるわけよ。で、閲覧増えてもコメント増えてもやっぱりなんだけど、花火に全く反映されないどころか逆効果なんだよね。でもまあ通常枠でやっていくのかツイキャスでやっていくのか、もうマジで考えてるよ。ただツイキャスの場合母体がないから、フォロワーのどうしようかなと思ったよ。ケンタンメンさん、便所太郎もやめたしな。無さん、新さん、ツイキャスに乗るか。ボーボーキャス閲覧20から30。20から30だね。まあ15とかもあるし、まだ安定してない。もいいもいいさん、ツイキャスも投げ銭あるんでしたって。ツイキャスは1000円投げると700円入ってくるから、あのツイキャスの方が割はいいね。無産新産大きいな。でかいね、やっぱり。でかいよね。もいいもいいさん、それなら絶対ツイキャスの方がいいじゃん。でもここでね、ルナさんでかいよ。金魚姫さんでもやっぱりワドさんイコールフワッチ。ケンタンメンさん、本格的に民族大移動やな。まあそうなるよね。俺らはほら日銭稼ぎの人間だから、稼げるところに移動しちゃうよね。やっぱ無産新産リスナーはどこにでも行く。まあね、まあね。矢之助さん、どれだけは居座るらしい。ドレさんはそうだろうね。でもドレさんも本当は引っ越し考えないといけない時期なんだよ。あのまあでも年齢的な問題もあるから、ここで逃げ切るっていうのもあるけど、ちょっと俺はまだ答え出てねえな。ボーボーわらさん、わろたどれ。多分ドレさんが移動するのはヨッサンだと思うね。ヨッサンが移動したら移動すると思う。もいいもいいさん、実際多くのリスナーもふわっち運命に対していいイメージないし、金魚姫さん、まあね、かずみちリスナーは引っ越すよね。ワドさんが引っ越せば、まあまあリスナーはそうだろうね。見てくれ、固定で居ついてくれてる人はそうだろうね。時間はかかるけどね、やっぱ。だって面白い配信者がいなくなったら、あったまいて。ガンガンするな。おちんぽすの神々さん、いつから監督になったん。ルナさん、うっち。もいいもいいさん、とりあえずレベル50だね。無さん、新さん、なぜ未だに監督いう。金魚姫さん、やだな、心配、頭痛。まあまあ死ぬときは死ぬから。シトルリン、シトルシシネさんはドツー。これはドツー。
ボーボーわらさん見てなかったけど、ふわっちもうあかんの？ちょっとね、劣勢だね、ふわっちは。ケンタンメンさんお茶爆ありがとう。ユーザエモンイエイとかせい考えないとやだ。SE なんていらないよ。ゴールドキャットさんツイキャスの方が集客力あるんじゃないの？まあまあサイト自体 の、 あの集客力はあるけど。ケンタンメンさんわらわら。モイモイさん今は踏ん切りがつかない感じ？いや俺は単純にふわっちが好きだからなんとかならんかなっていうのと、いやだから訴えかけて変えようとするのか見切って逃げるのかっていう二択じゃん。まあまだまだ答え出てないね。まだ答え出てない。マキルさんお茶爆タイムに音楽と背景変えてアイテムタイムやってるキャス主いるらしい。あ、そうなんだ。匿名ふわすし大将さん、ナミ、カッパマキを17巻握りました。ありがとうございます。ナミありがとう。大盤振る舞いだね。無理しないでね。うわ、お茶爆タイムスタート。赤身を握りました。ありがとう。もしよかったらお寿司ください。一発目だ。お願いします。お寿司お願いします。今回初お寿司タイムですね。よろしくお願いします。あやさんボーナス 5P ありがとう。カッパ巻きありがとう。あやちゃんカッパ巻きを握りました。ありがとう。ありがとう。ザリガニ大将さんボーナス 10PT 獲得。ナミザリガニを2巻握りました。カニカマありがとう。匿名ふわすし大将さんボーナス 10PT ありがとう。マダイありがとう。カニカマを2巻握りました。たくさんありがとう。匿名ふわすし大将さんボーナス 15PT ありがとう。ありがとう。獲得。上マダイを握りました。わーい、納豆巻きありがとう。大将さんボーナス 5PT ありがとうね。ナミザリガニを握りました。匿名ふわすし大将さんっっボーナス 10PT 獲得。ありがとう。ナミ納豆巻きを2巻握りました。カニサラダありがとう。匿名ふわすし大将さんボーナス 5PT 獲得。ナミ納豆巻きを握りました。ありがとうございます。たくさんケンタンメンさんボーナス 5PT ケンタンメンありがとう。獲得。ナミ赤身を握りました。匿名ふわすし大将さんカニ味噌汁ボーナス 10PT 獲得。アナゴありがとう。カニサラダを2巻握りました。あやさんはどさん大好きになっちゃった。大好きになって。匿名ふわすし大将さんボーナス 25PT ありがとうございます。メロンありがとう。ナミカニカマいくら50巻握りました。匿名ふわすし大将さんボーナス 10PT エビありがとう。獲得。ナミエビをたくさんありがとうございます。匿名ふわすし大将さんアナゴありがとう。 30PT 獲得。上カニの味噌汁を2巻握りました。サバありがとう、あやちゃん。匿名ふわすし大将さん、サバありがとう。ボーナス 30PT 獲得。上、アナゴを2巻握りました。匿名ふわすし大将さん、ボーナス 25PT 獲得。ナミ、大トロありがとう。握りました。大トロありがとう。匿名ふわすし大将さん、ボーナス 750PT 獲得。上、イクラを50巻握りました。大トロありがとう。匿名ふわすし大将さん、アナゴありがとう。ボーナス 5PT 獲得。ナミ、ありがとうございます。匿名ふわすし大将さん、ボーナス 15PT 獲得。無理しないでね。ありがとうね。ボーナス 5PT 獲得。ナミサバを握りました。匿名ふわすし大将さんボーナス 5PT 獲得。ナミカッパ巻きを握りました。匿名ふわすし大将さんボーナス 150PT 獲得。特大トロを3巻握りました。匿名ふわすし大将さんボーナス 30PT 獲得。上アナゴを2巻握りました。あやさんこれはワドさんモテるね。俺はモテないよ。たくさんありがとうございます。皆さんありがとう。
メーター回してくれた人本当ありがとうございます。ガンモさんボーナス55TT 獲得、じゃあ持ち代、持ち代ありがとう。みんなありがとうね。ガンモさん間に合ったのか、わら。ガンモさん間に合ったのかな。あ、ガンモさん間に合ったね。うん、ありがとう、ガンモさん、ね、金魚姫さんすげえな、ありがとうございます。みんな和戸さんの味方だよ。ガンモさんそれは良かった、ありがとう。特命係長ただの花火さん、和戸さんいつもありがとう、いつもありがとう、こちらこそありがとうね、ありがとう。花火ケンタンメンさん、ふわっちのこの雰囲気好きだけどな。俺も好きだよ、まったりしててすげえ好きだよ。ただあれ最近あれ気味になってきてるっていうか、荒らすリスナーが増えたかなと思ってて、荒らしに運営さんがどう対処するかっていうか。もいいもいいさん、いいね、ねえ、金魚姫さん、そうそうこの雰囲気が好きんだよね。ケンタンメンさん、荒れてごめしづらい時あるな、あるよね。特命係長ただの花火師さん、お花火をちょっとプレゼントしました、ありがとうございます。お花火たくさん、すいませんお気遣い。ガンモさん、まあここの雰囲気はいいね、他がひどいことになってるわ。いや、うちもひどいよ、今日たまたま荒れてないだけで。金魚姫さん、うわあ、ありがとうございます、すいません、たくさんいただけて嬉しいです、ありがとうございます。猫の目さんは、どう今日すごいな、どうぞ、ありがたいね。おお、猫の目いらっしゃい。猫の目、メンさんすごいな、 なんで LINE くれないの。金魚姫さんはどつ猫の目 LINE 毎日ダメだよ、猫の目。和道、今日ええ天気やな、今日寒いな、和道って。なんでくれなくなっちゃったの。ねえ、すごいね、ありがたいね。あやさん LINE してるの。これ LINE 公開してるよ。猫の目さんはどう、ほんまに嘘ばっかり言うなよ。なんで、猫の目さん、私ほんまにびっくりしたわ。いいじゃん。ボーボーわらさん、久々ふわっちなんでようわからない。あ、久々に来たんだ、ボーボー。だいぶ変わったよ、ここ半年ぐらいで流れが。2525さん、キオスクに似てねえか、ワドル。猫の目さん、こんばんは、ノースギャミマイ。ケンタンメンさん、リスナーも変わったよね。変わった。キャンディーさん、今日は赤い光じゃないんや。ここはベッドルームだから。あやさん、東京を行ったらワドさん見学に行くかな。俺にリアドするときはね、イベントもしくは金魚姫さん、闇舞い懐かしい、オフ会、リアドつまちの要はそういうときだね。オフ会かリアドつまちやってるかイベント、定期的にリスナーさんが集客集まれるイベントはあるから、来年は6月だね。思い出したわら、闇舞いいね。イベントの時に来てもらえるのが一番いいですね。最近よく出演してるんで、うん、歌うま選手権とか統合フェス、捨て頃とか、そういう時にはぜひ遊びに来てもらいたいですね。よろしくお願いします。
でもあの会場であの酔っ払ってオフパコしようって叫ぶのだけはやめてくださいね。しんちゃんママさん電池 10%。 あやさん今度遊びに行きたいです、ね、今度遊び金魚姫さんスケゴロ行きたい、うん、スケゴロ多分チケット販売来年だろうね。ケンタンメンさんそんなやついんのかよわら。いたいた、歌うま選手権の時になんか帰りにねお客さんはけてくださいって言ってんのに一人だけはけないおばちゃんがいて、でそのおばちゃん、あ酔っ払ってんなと思ったの、ビップルームから見てて、でそのおばちゃん酔っ払ってない時に和道さんって言って、私和道さんずっと見てるんですって言うと、話してたリスナーさんだったから、あじゃあ俺言うわってさっき話したからっつって、でリスナーさんもう出ないダメなんですよって、今演者さん出待ちしたらダメですよって言ったら、腕ガッて捕まれて、和道さんオフパコ行こうって、飲み会次行こうってずっと叫んでて、あのやべえババアだなと思って、で受付の方にエレベーターのところに引っ張って行って、いや一回出ましょう一回出ましょうって言って、エレベーター待ってる時にね、和道さんホテル行こうホテル行こうって言われたから、言われたんだけどね、誰にも話さないから絶対ペランないから、おね和道さんホテル行こうって一回だけでいいからって言って、パッて前見たら、あのテルチャンピンと受付にテルチャンピンとシュマジローとアキラッパとヒカルくんがいて、なんかこんなんなってんのテルとかこんなんなって、なんか受付の作業とかやってて、でヒカルくんが俺のことパッて見て、和道さん俺ら何も見てないっすって言った。いやと思って、おさん何も見てないですから大丈夫っすって言って、ヒカルくん超面白いと思って、いやそういうことじゃないわと思って、うん、オフパコっていうのはオフラインでセックスすることだから、うん、しんちゃんママさんわらわらわら、いやちょっと面白いでしょ、うん、まあ、それ以来ここでそのおばちゃんコメント書かなくなっちゃったけどまだ一人貴重なババアを失ったんだよ、うん、普通にコメント書いてくれればいいのにね、いや酔っ払ってただけなんだよごめんって言え、ね、それでいいじゃんね、いや頭ぶっ飛んでるね和道リスナーね、しんちゃんママさん大人のジョージなのね、そう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 、オフパコっていう、オフっていうのはオフライン、要は配信してない時のことをオフって言って、でパコっていうのはセックスのこと、そうそう、オフラインのパコるっていう、だからいや隠れてリスナーさんに隠れて、そのリスナーさんにちょっかい出してるみたいなことを言う、目つぶってやっておけばいいのに、やだよリスナーさんとそういう関係になると絶対揉めるもん、ダメダメ、いやでもさすがにパンチ効いてるなとは思ったけど、メトロさんスケゴロって日曜日ですか、休み今から入れないと、スケゴロ毎回土曜日やってるけど今回え6月の23だよね、土曜日やんないの、さんのりこどうなったん、ノリお付き合ってるよ、うん、しんちゃんママさん関さん枠でもオフパコって聞くけど、そうそうそう、そういうことなね、わらわらわら、金魚姫さんそんな BPA の気持ちもわかるが、うん、のんちゃんも大好きだから無理、うん、ガンモさんそこの線引きはないわ、俺は意外とそういうのカッチリしてる方だね、うん、まあでもネタにはさせてもらうけど話のね面白いから、うん、メトロさん土曜日なら絶対行きます、いや調べてみて、6月の23だと思ったよ、はいわどつこんばんは、多分そうだと思うけど、ケンタンメンさんでもオフパコは晒されたりするから超えれよな、あ 100% 晒されるだろうね、金魚姫さんかっちりしてるから和戸さん好き、俺でも女のスキャンダル一個もないでしょ、あやさんだねそれは、6年やってて女のスキャンダル一個もないもんね、聞いたことないでしょ女のスキャンダル、だから本当にその辺しっかりしてるよ俺、うん絶対ないもん、金魚姫さん無いね、うん、っていうのもともと配信やる前からそういう性格なんだよ、浅井さんとないわ、天面さん浅井さんぐらいか、うん、金魚姫さんだから好き、ボーボーわらさんなんでなの、なんでなの、なんでだろうね、翔さん八さんロハコさんだけだね、みそぼんさん全然女リスナーいない感じ、え俺女リスナー結構多いよ、
まあ女っていうかババアだけど結構多いよ。おっさんも多いけどね。もういいもういいさん、あのリスナーとやりたいなとか思わないの？いや可愛い子びっくりすることがいるよ。いやこれマジの話すると本当にモデルみたいな女の子、地方のモデルね、本当トップモデルみたいなのじゃなくて、本当なんか綺麗な顔をした可愛い女の子とかが おっぱいの写真とか急に送ってくるんだよ。びっくりするよ。で君な何やってんの、こういうことしたらダメだよって言って晒されるよって言って裸の写真とか送ってくるよ。若い子とかダメだよこういうのやったらって、ネットとか一生残るからって。超仕事サボちゃんさん。いや俺サボちゃんって若いイメージあるけどな、20代でしょ、うん、超仕事サボちゃんさんはどつから。そうだね、だから意外とその女のスキャンダルってないんだよね俺。一切ないね。もいいもいいさん俺配信する。おいいじゃん。さんなんか持ってないか。おーおー和田さん、いいねーーそういうとこ。しんちゃんママさん、アイカップのおばばでもいけるわらわらわら。いやっていうのもそのリスナーさんと恋愛感情になるのが俺本当に嫌なの。なんかのりこもリスナーだったけど誤解されてるのが、のりこと出会って俺2年間リスナーで、出会ってから半年ぐらい普通に遊んでたからねのりこと。だからなんかそのなんつうんだろう、リスナーさんなんだけどプライベートで遊ぶ友達にちゃんとお付き合いして、それでお付き合いしてるから、なんかねそこがなんかちょっとね誤解されてる部分あるんだけど。だってさ、全く知らない人とセックスしてどうすんのよ。しんちゃんママさん、歴史があるんだね。あやさん L カップ、あリアトツとかね、リアトツとか行ってようかな、うん、ボーボーわらさんふむふむ。まあリアトツしてくれたらね、ステッカー常に持ってるからステッカー買ってくれると嬉しいかな、うん、いや和道リスナー超濃くて俺一回面白かったのが、あのね普通さリアトツとかってさおばちゃんとかさ、なんかこう学生とかが多いんだけど、いや和道リスナーのリアトツって濃くて、いきなりね中野坂上っていうのが最寄り駅なんだけど、中野坂上になんかもうなんか服とかもなんかこうダボっとしてるっていうか、もうなんつうのこういうエスニックみたいな こういう感じのドレッドヘアのなんか超イケてる感じのヒゲ、なんかもうドレッドでダボ便所さんみたいにダボっとしたズボンを履いてて、なんかもうすげえのタトゥーとかもで超身長、なんか身長高くてスラッとした、もう明らかにレゲエラッパーの、もうどっからどう見てもレゲエラッパーにしか見えない容姿の人が近づいてくんのよ。でそしたら「ワード君俺リスナー」って言ってありがとうございますって、いやワード君のマジあの配信マジ熱いから本当に応援してるから本当頑張ってつって、あ頑張りますって言って、レゲエラッパーと思って、お前ら気をつけろよ、この中にレゲエラッパーいるからねすっごいねバラバラなのうちの客層、マジ面白かった。レゲエかと思って、いやカオスのリスナーとかだったらわかるじゃん、カオスのリスナーでそういうレゲエ軍団みたいなのが いたりしたらわかるけど、あれヤバゾーなの、ヤバゾー見た目そんな感じなの、なんかすげえイケてるお兄ちゃんで、なんかすげえアーティストっぽい感じの、もうでもね高円寺っぽい感じだったんだよね、コテハン聞かなかったんだけど、なんか癖が強いんだよねすげえ。生っぽ多いね、生っぽは本当に多いね、うん、生っぽ多い。でもね最近減ってきたよサボちゃん生っぽ系の。っていうのもあの去年どっぷり生活保護の番組何個かやって小川さんとタッグ組んだけど、あのサボちゃん知ってる、あの小川祐希さんいるじゃん、生活を一緒に作ってた、あの立花さんの党から出るよ NHK の。でなんで最近生活保護の話を俺がやんなくなったかっていうと、小川さんがいるから、あのなんつうの俺よりも専門詳しいじゃん、だからもう問い合わせとか来たら小川さんに URL とか経歴とか教えてあげて小川さんの方に行ってるのよ、うん、手帳持ちは相変わらず多いよ多い多い。
見た、ありがとう、ありがとう。あれね、結構ね、なんか、なんだろう、政治系の大物アカウントとかにツイートされてるんだよ、実は。まだバーンって再生数いってないけど、あれね、結構ね、ほんと問い合わせ結構来る。DO はやだよ。DO さんのやばさ知らないからそういうこと言うんだよ。あの、新宿に住んでるから、鎖カフェとかも噂聞いてくんの。あ、はっきり言って、あの、カンさんと DO さんはテレビ出ちゃダメな人だから、もう。あのね、ほんとこれね、これね、本当に結構知り合いとかいいの、いや、カンさんの仕事でこういうことやってるとかいろんなこと聞くんだけど、 DO さんとカンさんはテレビ出たらダメ、あの人は。いや、それは言えない、ここでは。あのね、もう本当に、まあまあ、ラップ好きな人だったら知ってると思うけど、メーンじゃないから、本当に。要は本当のアウトロー系の人だから、ゴリゴリの人だから、どれくらいやばいっていうか、あの、まあまあまあ、みんなラッパーだなって感じだよ。 DO 出所いつだろうね。知ってるでしょ、ヤバゾウ。本当によくテレビ出れるなって思う。テレビガバガバだよね。うん。違う違う違う。うん。いや、すごいよ。お疲れ様です。だって俺、孫子が顔出し配信者だった頃から知ってるから、顔知ってるもん、孫子の。サボちゃん、孫子の顔知ってる？めちゃめちゃいかついよ、スキンヘッドで。俺だって、孫子が孫子の前から知り合いだから、顔知らんでしょ。 あの声の感じ、あのキャラクターなのにスキンヘッドで超いかつい顔してんだよ。もう見た目ただのヤクザだからね。孫子の前はビーンズ仮面っていう、お豆仮面っていう、ビーンズ仮面っていう名前でネタ系の配信者をやってて、で、あの、ずっとやり取りがあったの。だからニコ生で俺が初めてバンになった時にアカウント貸してくれたのが孫子だったの、今の孫子。だから付き合い長いよ。いや、お豆仮面だよ。いや、わかんないよ。そう、今、容姿が変わってるかもしんないけど。ビーンズ仮面ね。お豆仮面って書いて、ビーンズ仮面っていう、全く売れなそうな名前で、まあ、実際売れなかったんだけど。で、ビーンズ仮面の持ちネタの一つに、孫子のモノマネとかがあったの。だから、俺も、三輪明宏のモノマネとか、孫子のモノマネやるから、あの、ビーンズ仮面から凸かかってきて、孫子のキャラクターに孫子かぶせたり、孫子のキャラクターに、三輪明宏と対談みたいなことをやってたの。孫子と孫子の対談とかやってて、孫子と三輪明宏の対談とか、そういうことやってて、ニコ生の頃は。そう、で、孫子っていうキャラクターに固定化したの。一回ちょっとなんか3ヶ月ぐらい引退して、いきなり復活したら孫子っていう超不謹慎なキャラクターで出てきて、で、あ、これ売れるなと思ったら、まあ、案の定大手生主たちが不謹慎だって言って、もうバンバン叩いて、それでガーって売れたの。そう、めちゃめちゃ濃いよ。俺はなんかビーンズ仮面の頃が好きだけどね。あのなんかね、孫子はキャラクターでやってたんだけど、だんだんキャラが抜けなくなっちゃって、演技力高いから。そうで、ちょっと面白かったのが、ニコ生で孫子やり始めた頃、本当に信者ができちゃって、キャラクターでやってるのに本当になんか孫子の、いや、だからね、なんかあるんだよ、不謹慎だよ。もともとそういうキャラクターなのよ。不謹慎なネタもバンバンやる毒舌キャラみたいな、だから、ネタでふざけまくるっていう感じのキャラクターだと。だ、その中の持ちネタの一つが DO だと。あ、ビーンズ仮面知らないんだ。
ビーンズ仮面レベルフォロワー数1000人とかだったかな知るわけないよねでも結構雑談うまいし、やっぱり普通に面白かったんだけど、やっぱあれでしょ、配信者は毒がないと受けないんだよ。毒、やっぱ孫子は毒があるからね、普通に。頭痛いのちょっと抜けねえな。具合悪いね。あの正直言うとね、もう結構ね、肉体的にも精神的にも疲弊しきってるかな、本当に。まあほら放送でポロッと言うじゃん俺、ほんと血尿とか血便止まんねえとかさ、最近もうほんとひどいね、頭痛い。今日あ捨て頃関係ないね、捨て頃関係ない。なんだろう、配信で回さないでこう動き回ってる部分とかも結構多くて、多分ストレスだと思うよ本当に。結構忙しいのよ。そうほら、弾丸塾の打ち合わせとか、三松さんの打ち合わせとかも、だって三松さんポッ、まあ、配信だとポッて出てきてるようにね見えるかもしれないけど、打ち合わせだけでもう 4、5回やってるし、いや緊張するぜ。弾丸さんに呼び出されて弾丸さんとネタの話じゃなくて、番組の話じゃなくて、オフィス来たのの経営とかさ、そういうのも聞かされてて、すげえ不景と思って。で、その、なんつうの、いろんな、その、配信外でやる打ち合わせが多くなったから。あ、捨て頃はね、もう正直言うと慣れた。プレッシャーない。もう結構ルーティーンだね。多分、便所さんもそうだよ。ワンの時が一番プレッシャー多かったと思う。なんか、あるあるある。普通に仕事してた方がストレスはないだろうね、多分ね。っていうのも、そのやっぱりね、売り上げも確保しないといけない、企画もやらないといけない。あと何より焦るのが、こうやってダンカンさんとかその映画とかにトライできるっていうのは、俺が知名度あるからだっていうのがどっかであるのよ。でしょ、俺が閲覧10人とかのドカソになったら全部のチャンスがなくなるっていうプレッシャーがあるの。なかなか口に出さないけど、そのギリギリのところでギリギリのことをやってるっていう感覚があるから、そのあくまでこれはそのネットでみんなが有名にしてくれたからもらえたチャンスであって、俺がじゃあ閲覧10人で同じこと言っても絶対仕事は来ないわけよ、写真にしても何にしても、うん、つまんなくなったらっていうより、そういう話じゃないのよ。あの閲覧数とか知名度があるから仕事がもらえるっていうか、チャンスをもらえてるっていう、うん、あ、まあそれもあるね。あのケンタンメンが言う通りだね。マリルボーンこんばんは。でそれだけじゃなくて、それもさ、今だからその三松さんの話できるし、ダンカンさんの話できるけど、例えばダンカン塾だって番組がスタートする1年前から動いてるわけよ。半年前か、そうそうそう。でも言えないわけじゃん、リスナーからすると配信サボってるようにしか見えないわけだから。三松さんのプロジェクトだってね、何ヶ月も前からスタートしてても言えないわけだから。であの今でもあるんだよ、その言えない話のストックっていくつもあって、だからやっぱそこは苦しいよね。俺はね、多分あと2年かかると思ってんの、評価が変わるのは。結果が実るっていうか、種をまいたのが今年の頭ぐらいで、やっと芽がプツプツって芽が生え始めたから、あ、本当に種まいてたんだってリスナーが分かって、まあでも面白くはないっていう評価なわけじゃん。芽が出て、あ、やってたんだねっていう。だからその木を成熟させて果実が実らないとリスナーは認めてくれないの。そう
だからその果実が実るのは多分2年後だと思ってて、1年前に耐えた。3年かかるよやっぱり、新しいことやろうとすると難しい本当に。だからのりこなんかよく知ってるよ、あの配信外でそのなんつーの、うん、プロになるのは1万時間かかる。ああそうだね、うん、うん、そうそうそう。だからまさに配信がそうだったよね。飯食えるようになったのが1万時間の法則で、俺がだいたい多分今2万時間やってるのよ配信。だから配信ではなんとかしていく自信はあるんだけど、その配信で話せない内容っていうのが増えちゃってるから、うん、だからそのみんなにねこう成果を見せるまでそう心を折れちゃダメだなっていう、そういうなんかプレッシャーみたいなものは感じるようになったかな、うん、まあまあ苦い1年だったかな今年は。なんかその配信ってさ自己責任でできるじゃん、自分の思いつきと自分のことでできるようになったけど、あの俺だけの問題じゃない部分っていうのが出てきたから、チームで何かを作る時っていうのはさその関わる人ができてるから、全体がうまくいかないと意味ないから、あれはネタだよフフフフ配信で見せてるのはネタだよ、それを真に受けてんだったらにわかだよ、ネタだよ。だ最近肌荒れとかもひどいってやっぱりリスナーに言われるもんね、顔色悪いとかクマが抜けてねえぞとか本当に心配してるよ。まあでもなんか3年後楽になったらいいやと思ってるから、うん、そうそうそう。いやいや本気で怒る時もあるよ、本気で怒る時もあるよそりゃ。昨日の残り10分なんて本気でブラックアウトしそうになったもんね、頭痛くなっちゃって、うん、あむねくんは面白いね。まあのりゆきさんもあとうまいね発狂芸は、ま、でもねキレが悪いね発狂芸は。感謝なんてないが久々発狂芸やったけど、あのもうちょっとクオリティ高くできたなと思うもんね、うん、そうそうそうまあ単純に年なのもあるんだろうけど、感謝なんてないわね久々あのちょっと尖らせてみたんだけど、あれはちょっと面白いあでもリスナーうちのあれは面白いよねちょっと。でもねあのね感謝なんてないの元ネタが要はあれってオマージュで、富山浩一の政見放送っていうのが元ネタになってるんだけど、やっぱうちのリスナー気づくよね、なんだよ富山浩一かよっつって、その元ネタを見抜くっていうところが若い子とか気づかないのよ、富山浩一の政見放送とか知らないから、そう元ネタやっぱ気づくんだって。知らないし分かった人いる、あのなんか感謝なんてないっていうネタの元ネタが富山浩一だって気づいた人いる？ていうか富山浩一わかんねえか、あれをアレンジしたんだけど元ネタあるよ、そうあるあるある、もちろんアレンジかなり聞かせてるけど知らないでしょその東京都知事選ですげえ和田通アイテムありがとう、あの東京都知事の政見放送あるじゃん、あれ300万払うと誰でも出れるんだけど、スマイルとか有名じゃん、スマイルとかあれ系でとんでもないやつがいて、そうあの極左左翼の活動家が出たことがあったの一回で、有権者諸君この国はもう終わりだとかいうネタがあるの、
一切ない、私はこの選挙受かる気はない、とか言って一回見た方がいいよ。くっそ笑うから。この国をぶっ壊したい、とか言ってあのね、なんだっけ、大川工業かなんかと繋がってたんだっけな、うん、富山浩一の政見放送で見たら結構伝説でめちゃくちゃ面白い。あれ多分政見放送で多分トップレベルに面白いと思う、うん、スキンヘッドのおっさん、もう腹抱えて笑うと思うよ。そう、有権者諸君、この国は最悪だ、そうそうそう、政治改革なんとかなんとか改革だとか、私にそんなことは一切興味がない、何しに来たんだよって。いや、イエス又吉とかね、全然面白いでしょ、めちゃくちゃ面白いよ。もう何しに来たんだこいつっていう感じだ。いや、めちゃくちゃ面白いよもうひたすらマイノリティに問いかけるっていうだけだ。そう、少数派の諸君っつって選挙なのに少数派に常に語りかけるっていう、そのクオリティが半端じゃないの。300万かけてこれやるんだと思って、そういうなんかぶっ飛んでるところが面白いんだよね。供託金300万返ってこないかんね、アホだよな、ああいうアホが好きなんだよね。精神分裂病の入れ歯のおばさんもいたんだ、知らない、ハードコアだねステファン、そういうサブカル系詳しいよね。ハードサブカルっつうかハードコアだよね。エデン、お疲れ、どう、休み入った、休み入った、あ、それ見てみたいな。供託金300だよね確か。区議会とかその辺の供託金30万なので、確かね東京都知事選は300って聞いたけど、確かね、あのマック赤坂のドキュメンタリー映画見たいんだよな、ちょっと頭痛いね、うん、こんばんはハンナさん、南風、どうもハンナさん、こんばんは、楽しんでって、明日も納品か、そっかそっか、明日やって休みだ、うん、いろいろ大変な年だったね今年お互い、うん、まあいつかね2人うまくいったら うまい酒飲もう、うん、どっかの居酒屋で浴びるほど飲もうよ。マック赤坂腰振りながら六本木のディスコでナンパしてたあの人めちゃめちゃ金持ちなんだよね、貿易業かなんかで、中小企業でなんだっけ、年商50億ぐらいの会社だよね確か。だから趣味でやってるんだよね政治は、スマイル党、うん、あ、ファントム乗ってるんだ、ファントムの屋根に乗ってんだ、めちゃめちゃ金持ち。ファントムいいよね、かっこいいよね、ファントムとかゴーストはマジでセンスいいと思う。九太郎さんいらっしゃい、うん、いやマック赤坂がめちゃめちゃ有名だよ、都内でその結構うまくいってて本当に億万長者だね、めちゃめちゃできる人、貿易関係だったと思うけど確か、ちょっと間違ってたらごめんね。レアメタルなんだ、はあ、すげえな、めちゃめちゃ硬いところやってるんだめちゃめちゃ硬いし、思いっきりなんか
中国とかさ、その辺と癒着してないとできない。だからよ、相当優秀なんだろうね、うん、ピエロ演じてるけどめちゃめちゃ賢いでしょ。もう絶対崩れないような硬いところじゃん、シェア取ったら。まあでも仕事はね、金で物言わすかコネクションで物言わすかの二択だからね。金かコネかでしょ。ロールスロイスファントムとか一回所有してみてえよな。この汚い格好でファントムこうやって運転したいよね。ふえーっつって、あんなの後部座席に乗る車なんだけど、なんかハリウッドのセレブみたいに、なんかジーパン T シャツでこうやって運転したい高級車。あれかっこいいんだな。エンブレムの名前がかっこいいじゃん、ロールスロイスは。スピリットオブエクスタシーだよ、スピリットオブエクスタシー。たけしさんもロールスロイスだよね、確か所有してんの。まあフェラーリも、フェラーリじゃないか、ポルシェかな。メインの車確かロールスロイスだったと思うけど、たけしさん。今違うんだ。今何？フェラーリ？フェラーリじゃなくてあれか？ポルシェだっけ？ビートたけしさん。でダンカンさんはバキュームカーだから。いやでもね、プライベート見るとやっぱすごいよ。ね、60後半70手前でネタ帳まだ持ってるんだよ。俺もうほんと配信者にそれ、俺ねネタ帳持ち歩いてんの、石川紀之さんとかで。やっぱ絶対ネタ帳持ってる、ずっとメモ取ってる。あれはやっぱプロだなと思うよ。でダンカンさんすごいよね、いまだにネタ書いてるんだと思って、うん、鳥肌さん、そうだね、ガチの霊柩車と、あのハーレーの霊柩車バージョン持ってなかったっけ。鳥肌みのる痩せてた頃がビジュアルかっこよかったのに太っちゃったかんね。本当にただの右翼みたいな見た目になっちゃったかんね。昔はさ、なんかこうビジュアルがすごい良かったじゃん、鳥肌みのるさんって。そのギャップがさ、カリスマ性がすごいかっこよかったんだけど、痩せないのかな。あの痩せてた頃の鳥肌みのるさんめちゃくちゃ絵になるよね。写真もかっこいいし。なんで太っちゃったんだろうな。ガリガリに痩せてる感じがかっこよかったのにな。なんかマリリン・マンソンみたいな見た目だ。へえ。改造っつってもあれでしょ、所さんとエンブレムいじってるやつでしょ。エンブレムひっぺがして遊んでるやつだよね。トラに、あ、わかるわかるわかる、うん、パン工場勤務設定でマリリン・マンソンスタイルがかっこよかった。そうそうそう、カーペってステージの上でターンハイターン最高だった。札幌公演で鳥肌みのるちゃんと生で見に行くっていうのがすごいよね。コアだよね。鳥肌みのる来るんなら行かなきゃっていう、その使命感がいいよね、ステファンの。あ、でもね、今年ちょっとやっぱ感動したのはね、少年ナイフだよね。うん、少
少年ナイフと同じステージに。だから本当にさ、ロフトって言ったらさ、俺がバンドやってたその17から19とかってさ、ロフトでいつかやりたいっていう夢だったわけよ。でライブハウス辞めたりとかバンド辞めた時にもう本当に捨てた夢なわけよ。多分ね、バンドやってた人だったらわかると思うんだけど、ロフトでステージ踏みたいっていう感覚って、もうだからそのライブハウス系では最後の登竜門だから、そっからもう外でレギュラーとか取っていくと赤坂ブリッツとかさ、その大箱に移動していくの、ワンマン系で。そのブリッツとか、なんだろう、な、もう一個あるよね、あそこを埋めるようにしていくんだけど、そうそう、わかるでしょ、バンドやってる人だったら。でもう完全に諦めた夢だったの、10代20代前半の頃に。ああ、もうバンド辞めるし、もう二度とないっていう、まあ、あるわけないじゃん普通に考えて。でそれでさ、配信者でやっぱね、東郷さんとか便所さんに声かけていただいて、でね、あ、人生って本当何があるか分かんねえなって思ったよ今年は。コマ撮り姉妹すごかったらしいよ、やっぱ。あのコマ撮り姉妹見てなかったんだけど、すごかったって言ってた。やっぱ本物だって。涙止まんなかったらしいよ、生で見た人は。あ、バンパンプにハマっちゃったんだ、そっち系かそっち系か。なんだろうね、年取るとみんな体鍛えるよね。三松さんもこんな腕だよ、本当にすっげえ太いの。でかいね、胸筋。特にここが三松さん気に入ってて、でかいのよ。でかかった。腕も太かったし、本当にネタ抜きでどれさんぐらい太かったよ、びっくりしたもん。だから初めて会った時、三松さんってこんな太かったっけと思ったもんね。ガッチガチなの。なんかもともとレスラーなんだよね、アマレス出身なんだよね、あの人。宮城の県大会2位とか、結構本格的な実力者なんだよね三松さんって。今ね、ゼロワンっていうプロレス団体のゼネラルマネージャーやってる。毎日行ってるよ。でこのあとやっぱゴールドジム行くって言って、だって地方とかに行っても必ずジム行くって言ってたもん。ガチ勢だよあの人。だってベンチプレス100キロから上げるってよ。いやちょっとごめん、それするまあ三松さんがいつか語るんだけどあと、よっさん忘年会にもね、お招きいただいたし。っていうかもう携帯がやばいんだよね、携帯が。鳥肌実さんはもうテレビに絶対出られないんだけど、動員数が半端じゃなくて、本当になんつうの、地方のライブで食うてる芸人とかっていないのよ。だけど すげえやっぱ200人300人毎回埋めるし、もう超コアなファンがついてて、サブカル系だともう超有名で、芸人さんの間でも有名、異常なステータス。ただテレビに上げられるネタが一つもないっていうのが有名の。鳥肌さんはめちゃめちゃ有名だよ。てか昔から有名だよね、鳥肌実って。やべえやべえ芸人がいるっていう。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。鳥肌さん有名だよ。あー、まあ知らない人が見たらポカーンだよね。
で本当の右翼だと思われてるんだよ。鳥花実さんで政治的な思想一切ないの。本当にあれ右翼だと思うでしょ、エデン見たら。全然だよ、ノンポリなの本人は。ただゲイとしてもう右翼を完コピするっていうキャラクターなんだけど、本当に右翼の講演会とか呼ばれちゃってんの。それが面白いでしょ。右翼でもなんでもないのに本当の右翼の講演会とかの仕事も来るっていう。そうそうそう、共産党員だかなんだか忘れたけど、もう完全にあの保守のキャラクターはキャラクターなの。ノンポリだよね、完全なノンポリなんだよ。それがまた面白いんだよね。共産党員は聞いたことないな。赤旗新聞配ってた、それはネタじゃないの。それは多分そのギャグでしょ。だから芸人なんだよ生粋の。ただ本物に認められるっていうのがいいよね、うん。まあかっこいいかね、昔ビジュアル。まあまあまあ有名、有名だね。だからあのエデンね、バンドで言うと、感覚的に言うと、あの俺らがガキの頃のブラフマンみたいな感じ。バンドやってる人だったら知ってるけど、その一般のバンド知らない人からするとブラフマンって何って感じだったんだ。今だとブラフマン有名だよ。だけどハイスタはメインストリームに行ったけど、そうブラフマンが多分一番しっくりこない、バンドやってる人だと。あの昔のブラフマンね、もうどこ行っても動員埋めて伝説級のコアなファンがいて、うん、訴えることがないんですって言ってた、うん、へえ、公務員罵倒してた。尖ってるよな。今ブックブクに太ってて、本当のなんか右翼のおっさんみたいになっちゃってる。めちゃくちゃかっこよかったよね、痩せてる頃ね。超美形なんだよね。そう、バンド界隈では伝説だから、そのお笑い界隈とかサブカル界隈では伝説なんだけど、一切テレビとかメジャーどころに出ないっていう。雑誌とかの表紙になったりしてるのに、テレビに出る芸が一つもないみたいな。ブラハマン昔の方がいいよね、うん。あ、そうだね、ブラハマンとかインディーズ系はもともとそのレーベル所属しない、自分たちでレーベル作ってっていうやり方だね。モンゴル 800とかもえげつなかったじゃん、稼いだ額で。エセインディーズってジャンルが出て、シャカラビッツとかイナゴライダーとか、そのインディーズ全然大人が裏で子会社でインディーズ作ってて、本当のただのレーベルなんだけど、そのインディーズっていう仕掛けを作るブームが流行ったの。ハイスターとかモンパチとかブラフマンとか稼いでたから。いや、かっこいいよねブラフマンね。メディアとかで使える芸なんか一切ないよ。鳥肌実はあのテレビに出たらダメな人だから、テレビ的な NG をバンバン言うから。無理だよ、テレビはもう規制がんじゃがらめだから、うん。鳥肌実さんだから配信やっても、いやでもウケないと思うよ、怖すぎると思う。もう固定の客持ってるからいらないでしょ。あー、マキシマムザホルモンね。マキシマムザホルモンが売れると思わなかったよね。だからあの俺ね、本当にすごいと思ってて、マキシマムザホルモンが評価されてるっていうのはちょっと日本のリスナー超えたなって思って、マキシマムザホルモン売れると思わなかったもん。あのね、あれがすごかったね、あの恋の目柄場がうまいと思った。要はできるんだよっていうことを見せたから、要は売れ線やればいいんでしょうっていう、売れ線できるよっていうのを見せつつ、要はりょうくんのメロディーメーカーだから、りょうくんが、いや思わなかったね本当に。あのもう伝説の、それこそなんつーの、バンド好きな人が支えていくって10年やっていくみたいなバンドだと思った。ただりょうくんがメロディーメーカーだから、売れ線のメロディー全然できるよっていうのと、自分たちのそのコア、要は聞きやすいように落としたよね。はい、和骨ね、小さい箱でよくやってたよね、俺らガキの頃。うん、え、池上犬作ガス室で叫んでた。殺されるよ本当に。
まあ、それテレビでできないネタだよね。まあ、配信でも速攻バンになるようなネタやってるからね。ハートが強すぎる。ブラフマンテレビ出たら破壊力すごそうだけどね。あ、いや出たよ、一回出た。深夜番組の音楽番組一回出たけど、丸くなったなって感じがしたね。一回出てる、多分残ってると思うよ。あのなんだっけ、五大吾の曲あるじゃん、なんだっけ、タタラタラタタ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 ンってカバーの曲あるじゃん、あれやってたよ。なんだっけ、チェリーなんとか、チェリーなんだっけ、忘れちゃった曲。うん、俺もインディーズの頃行ってナオネーと大輔班と雑談して楽しかった。メディア班だからね。うん、カバーズだ、そうそう、千代子さん、そうカバーズに出てたよね、デビュー何周年みたいなので。まあ、としろうかっこいいかな、めちゃくちゃ。やっぱ俺らのヒーローだよね、としろうは。めちゃくちゃかっこいい。体いまだに鍛えてるもんね。トシローかっこいいね。トシローかっこいい。あの中国のライブのトンファーがすげえかっこいい。命がけだよ。うん、いやでも本来芸人とかってそういう感じじゃないとダメなんだと思うよ。量惚れるよね。亮だっていまだに敏郎のこと語ってる時ただのファンの目だもんね。あ、すごいいいカップルだと思うよ。本当にファンなんだよ、純粋に。そのパートナーでもあるけど本当に一番好きだっていう、そう敏郎が好きだっていうの伝わってくる。ミュージシャンとしてのリスペクトが半端じゃないよ。うん、中国は伝説だよね。あれこうやって卵とかこうやって拭いながらトンファーやってるの超かっこいい。中国人マナー悪すぎるだろ、あれ。俺やっぱ生で見て日本人バンドでパフォーマンスえぐいなと思ったのライズだったね。ジェシーやべえなと思った。ライズ生で見たことある人いる？えぐいよね、ジェシーのパフォーマンス。ない？えぐいよ。まあもう今結構年だからあのパフォーマンスやってんのかどうか分かんないけど、すごいよ。ギターよく弾けるなみたいな、すごいよね、あのジェシーのパフォーマンスね。ギターバンバン、あーアフロの時だ、バンバン動き回ってるよね。これは生で見た中でライブパフォーマンスが一番やばかったのはライズだったね。やっぱファンに対してすごいかっこいいし、ケンケンがボロ雑巾のように転がってたのは見たことある。それはわかんないけど、孫さんいらっしゃい。あーまあそうだよね、うまいよね。普通にあのいやすごいいいドラマーだよね。あのいろんなところに引き抜かれるのわかるもん、本当に。ポンキッキーのお兄さんとは思えないよね、あっくんはね。まあそこのリズム帯おかしいよな、ちょっと。ああマジだ、ハイサウドキュメンタリーやんだ。
なんかね、顔がね、ケイン横山に似てるとかたまに言われるんだよね。痩せてると。髪の毛色変えて。俺ハイスタはあんまグッと来なかったな、正直。なんかハイスタすげえ流行ってたけど、うん、ハイスタは俺は響かなかった。なんか微妙だったな、モンパチも。売れる前のアルバム、もうほんと2000枚ぐらいしかさばかれてない時に CD 買ってすげえ聴いてて、仲間内で CD 回したりとかしてて、そう、愛する花が好きだったな。そうで、なんか売れた方あるじゃん、セカンドの方、あれあんまりなんか、ああ売れせんだなと思って、あこれは売れるだろうけど、なんかんちょっとなって思った。愛する花とか雑な感じがすげえ良かったな。愛する花に水をあげよう、大切に大切にって、愛する花に水を、枯れないように優しさを。今年アフロロングで行くんだ。あーもうバンドはね全く聴かなくなった、年なのか、あーもう全然わかんない。ね、去年あたり聴いて、あすげえいいなと思ったのグリムスパンキーがすげえ良かったけど、うん、マッドカプセルマーケッツの神だよね、めちゃくちゃかっこいいよね、グリムスパンキー好きだね。頭痛まだ痛いね、じんわり。だいぶ落ち着いたよ、コーヒー飲んで。でもあれが好きだね、始発列車はいますかと撫でてやってくる、寝ぼけた街を抜けってやつ、おはようなんていう気分じゃないの、先がメール、ああまだね、オケ隊とか曲が荒いんだけど、世界観がすごい。ずっと子供でいたいよって。はあ、わかんない。頭痛い。調子悪い。なんかあれだよね、もう俺らこじらせてるやつらだから、もうめちゃくちゃかっこよく生きたいよね。もう本当にもう大人になれないピーターパンたちだよ。もう突き抜けるしかないよね、ここまでいったら。もうまともになんかなれないじゃん、20代まともになるチャンスっていくつだろう、26とかだよね。うん、26とか。こんばんは。もうそこ逃したら突き抜けるしかないんだよね、まあ、ここにいる人たちも全員そうだと思うよ、やっぱ、うん、俺の放送を見てるぐらいだから、やっぱリアドすると感じるもんね。うまくいってる人はいるけど、もう成功しちゃってる人とか、もう祖とかもそうだし、うん、まずだって33歳の雑談で大人になれないっていう話題をしてる時点でもう終わってるからね。バカありがとう。26だったらまだラストチャンスだよね、ラストチャンス。もう無理だよ。だから俺に働けって言ってるやつってもう何も世間が分かってないやつだと思ってて、もうね、人間に戻るチャンスはなくなったんだよ俺には。このままいかに貫くかしかないんだ。ライフスタイルがさ、こんだけ固まってるのにさ、まだ働けっていうやついるもんね。
なんか噂で聞く限りだと、なんかリアルでなんか忘年会とかでやっぱ配信の話になるんだって。そうすると若い子がやっぱ和道ってやっぱ知ってるとは聞くけどね、リスナーさんから。いや和道さんのこと知ってたよみたいな。どうなんだろう、ヘビーで居ついてる感じはしないけど。っていうのもほらガキ向けのコンテンツやってないから、20代中盤で珍しいと思うよ。20代中盤でもちょっとませてるなっていうか。だからまあ多分評価されるの俺40代入ってからだと思うもん。多分ね、便所さんぐらいの年まで貫いて初めて評価されるんだと思う。26は節目だよね。ちょっと要は大学卒業するあたりでみんな就職してて2年遅れでまだねえ敵に戻るかっていう感じだから、26は俺も節目だったね。もういいんだよ、俺は人生捨ててやりたいことやるって決めちゃってるから。でもなんかね、救われるのはね、業界の人と今年会うようになったけど、みんなねそんな大人ばっかりでかっこいいんだよね、映像業界の人って。でそこそこやっぱ稼いでるわけよ、業界の人って。だけどみんな適当、本当に癖が強いの、本当に癖が強い。だからああやっぱそのテレビとか映像関係の人ってこういう人たちばっかりなんだと思って救われてるかな。ありがとうございます丸さん。人生どうだろうね、あっちゅう間じゃないの。もう今年なんか体感だと1ヶ月ぐらいだよ。ああだから時代変わったんでしょ、マウイワウイ。ハードコアの話題できるやつが最近ニコ生どこもかしこもいなくなって結局ワードを見てる、情けない。いやいやいや、俺ステファンね、これね、歌うま選手権行った時びっくりしたんだけど、みんなおしゃれなブランドもの、指輪とか80万円のリスナーさんにもらっちゃったシャンパン飲んで、嘘だろって俺浮いてたの。本当にオタクが一人もいないの会場に。みんな茶髪とかアッシュとか、女の子も髪美容院で2万かけましたみたいな。なんだこれって思ったもん。で要は携帯電話の出現で、要は俺置いてかれてるんだっていうのをやっと認識できたの。要はもう普通の一般人の、だって俺がリアトツの企画って言ったら暗黒放送とかに行くと予算とか暗黒とかリュックサック背負ってシャツインのね、なんか暗黒とか書いた T シャツ、ボロボロの T シャツ着てデュフデュフって言ってるおじさんたちが50人集まると思ってたから。もう要はリナネコとかテルチャンピンとか、ああいう陽キャ、普通のパリピたちに受けてる文化なんだよ。俺らが変なんだよ、俺らが異端なんだよ、うん、だからもう俺らはもう滅びゆく存在なんだよ、もう結局。あーそうだね、思想がなくなってきたよねだんだんね。うん、わかる。その要は負け犬の美学みたいなものが感じないよ、変わらないよ。スマホ勢だよ、みんなパソコンでしょここにいるのなんか。パソコンなんか使わないんだからあいつら。スマートフォンでインスタグラムにパシャ、いいね押されてリツイートされて、そういう世界だよ。俺らが異端なんだよ、彼らからすると。まあ、まあでもそういう、だから俺それもう一個あるわ、もう一個体感した。あのね、よっさん忘年会で俺頭に来たんだけど、ぴょこたん先生をみんな挨拶しないのよ。ぴょこたん先生だよ、俺らからしたら先生じゃん、大先輩じゃん。なんなら この気持ち悪いキノコ頭なんなのみたいな、キモいみたいな、なんか雑な扱いをしてんのぴょこたん先生を。もう何あいつみたいな、なんで呼ばれたのみたいな、何黄色いゲームやってるやつみたいな、本当にそういう空気なのよ。誰すか状態なの。俺らからすると考えられないでしょ、考えられないでしょ、思ったでしょ。しかも
俺ねもう本当に悲しかったもん。あれピョコタン先生の扱いがこんな感じかよと思って。知らないんだろうね。だからもう多分エミさんとかもうああいう扱い受けるんだろうね。黄色知らないとかありえないじゃん。なんならねよっさんよりもちょい格上ぐらいのね。いやどれも扱いひどかったよ。ちょっとどれちょっと軽くマウンティングしてたからね。なんか上から目線だったからね。ちょっと俺はちょっと腹立ったよ。先生に対する扱いがひどかったよ。ちょっとこびてたっていうよりもなんか俺はちょっとね先生に対する扱いではないと思ったよ。森も悪いっていうか、まあ俺はすげえテンション上がったけどね。憧れの黄色に会えたっていう。黄色に対するリスペクト半端じゃなかった。やっぱ黒色としては黒としては黄色に対するリスペクトやっぱり、ねえマーシー呼べるんだよ。だから案の定よっさん坊主が黄色になる。あれなんだプツプツしてんな。なんか携帯調子悪いな。まあまあ本物の配信者だよ。本当にコンテンツ作ってる人だよ。達龍の孤独をニコ生に。ちょっとそれは分かんねえわステファン。怖すぎるわごめんステファンが怖すぎてついていけてねえわ。すいません、顔見知りがいない場所に座った。だってあん中でサイン求めるんだったらここにいる人間ピョコタン絶対外さないでしょ。なんならピョコタンの色紙を持って帰るんだぐらいの勢いで行くでしょ。だからねあー時代変わってるなってほんと思う。悲しかったよな。あーはい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 、ヒコリューね。はい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 、いや彦龍を最初に広めたのは松本人志じゃん。はい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 、あ彦龍が潰れる時やってたね。やってた、思い出した思い出した、ごめん。ラーメン屋ね、はい彦龍ね、松本人志が広めたやつでしょ。クソまずいラーメン屋でしょ。知ってる知ってる、本当にまずいらしいよね彦龍。いやだから本当にコンテンツやってるんだってピョコタンとか。ごめんごめん俺分かったわ。ねそうだそうだ思い出したわ、ねもう食うことできないけどよく言ってたよね。マニアックだのマニアックだのっていうか、こういうものを楽しむのが生放送だったのに、なんか酒飲んでウェーイとか酒飲んでなんかなんつうの、今日今からブランド品買いに行きますとかさ、車買ったとか何が面白いんだって思うもんそんなお前がキラキラしてるのを見て何が面白いんだって思うもん、ね、なんかコンテンツを作ってるやつが何人いるかだよね本当に。いや慣れ合いっつうかなんか本当にパリピだと思うね。なんかその職人技みたいなものがどん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 形骸化されてるから、だから悲しい気持ちにはなるよなやっぱり。昨日のトム池忘年会とか本当ニコ生クオリティだと思ったもん。まああれは意図して作ったもんじゃないけど、だからトムソーヤ池上さんなんか時期が悪くて5、6年前に配信やってたら多分天下取ってたよ、いや行ったら腐ると思って絶対回しちゃうと思ったからもう最初から行かない予定だったよ。だからまあかわいそうだから告知だけ客誘導だけはやろうと思ってたけど、あれは言ったらダメでしょ。
いや超面白かったよ。ただの放送事故だったもん。最高に面白かったよ。最後爆音よしお、海保、ゆうのゆださんの3人が帰るとき上着を着るシーンがあるんだけど、アップで高倉健みたいな顔してんだよ3人とも。あんまりにもつまらなすぎて帰る時の顔が高倉健、上着を羽織る時高倉健みたいになってんだよ。めちゃめちゃ笑ったわ本当。マジこんな顔できるんだと思ったもん。いや最高だったよ俺最後のシーンで。誰もいなくなったこたつの上に山盛りのチャーハンが残ってるの、マジで面白かったもん。誰もいないの、トム池だけ残ってるんだけど、机の上には山盛りのチャーハンだけ残ってるんだよ。すげえクオリティ高えと思って、失礼だろうと思って。いやマジであれは本当にすげえ面白かった。あんなクオリティ作って出せねえもん。アンチコメに聞いちゃったんだ。録画残ってんじゃないの。いやパーフェクトなんだよね本当に。ただの100点なんだけど。あとみんなが帰った後リスナーが本気で詰めるっていう本当の反省会始まったのがすげえ面白かった。トム池リスナーがガチで説教するっていう枠主を。そうそう、カウンターじゃなくなったんだよね。そう、持ってないやつとか社会からあぶれたやつのカウンターの最後のツールだったんだけど、リア充のツールに変わっちゃったんだよね。ねえ本当だよね。新さん舐め尽くしてね。だから辛いよねちょっとね。なんかどん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 行き場がなくなっていくっつうか、まあまあ、いやだからふわっち辞めたくない理由はそこなんだよね。俺がなんかふわっち続けなきゃっていうのもそこもあるんだよ。あのマジな話すると、あのなんか嫌だなっていう、そのもう一回俺らの時代来ないかなっていうか。結局陽キャなんだよな。だからなんか俺思うんだけど、あの YouTube でいうところのヒカキンと瀬戸康史の違いなんだよ。瀬戸康史の方が明らかに職人芸っていうか、明らかに YouTube の基盤を作ったの瀬戸康史なんだよ。誰がどう見ても大人が見たら。じゃあなんで瀬戸康史がそのメインストリームじゃなくてそのクロートに支持されるようになっちゃうのかっていうと、キャラクターの問題なんだよ結局。陽キャじゃないダメだ、分かりやすくしないダメだ。でもスキームを作ったのは間違いなく瀬戸康史だからね。瀬戸康史でもだいぶ陽キャのねジャンルの方だけど、悲しいよな。あ、吉尾さんが寿司差し入れしたんだ。なんかおかしいなとは思ったんだよね。あ、そうだったんだ。気使っちゃったんだね。解放仕上がってきたね。解放仕上がってきたね。あとはもうここで減らってやめるのか、これを逆手に取るのかはもう解放じゃん。だいぶ仕上がってきたと思うよ。まああとは解放次第と解放のリスナー次第だろうけど、ここで腐るのか中堅まで俺の首取りに来るのかっていう。今首取れるチャンスだと思うよ解放は。まあ譲らないけど絶対譲らないけどこのポジションは。
喋らなくて正解なんだよ。解放は今流れ来てるね。もうここ残したら多分もうないだろうね。解放は今配信者になるのか、そのままダメな過疎主になるのかの超瀬戸際だよね。俺だから解放、俺は振りをずっとしてるつもりで、池上の家がずっと家近かったでしょ、歩いて5分なのよ。俺は完全に解放が家に乗り込む流れをずっと組んでたの。吉尾さんとゆうのゆだと、トム池さんを引き連れて、いや和道を叩き起こそうとか、和道に文句言おうっていう神会の流れを仕込んでおいたの。来ないんだと思って、俺はちょっと俺の感覚からするとびっくりしたね。来ないんだと思って、ここまで振り聞かせて帰るんだと思って、あれはちょっとびっくりしたかな。めちゃめちゃ美味しくてめちゃめちゃ好感度上がる流れ作ったんだけどな。分かってないよね。あそこまで分かりやすく振ってね、美味しい流れ作ったつもりだったんだけどな。もったいないよね。それで来てバーって言って俺に文句言ったら、いいぞいいぞって言って、解放のね、俺のアンチ系の解放の囲い系がバンバン花火上げて好感度も上がって閲覧も伸びてってなったはずなのに、まあ甘いんだろうな。そこが振りが分かんないんだ。でそこでね、玄関の下りで寒い入れてよの下りできたのにね、今まで擦ってた、で和道最低の流れできたのに。普通に切れて普通に拗ねるっていう普通に切れるっていう、ね、配信向いてねえだろ。足のサイズ27かな、目の病気ではないですけど、あと2日、今日30、明けて30、今が30？ 今30だから、あーもう終わるのか。え、平成が変わるのって何月からなの？ 4月？ 平成最後の年末でしょ。4月だっけ、いつ変わるんだっけ。うまいでしょ、うまいでしょ。メトロさん、靴は本当に自分のもう絶対手に入れたいと思ってるのは、オールデン V チップコード版っていう、オールデンっていうメーカーが好きなんだけど、俺はコンバースの、あの
スニーカー全部コンバースだね。コンバースの赤の、なんだろう、これと、これはリスナーさんからもらったコンバースの、コンバースのオールスターシリーズしか持ってないね。これハイソックス、これリスナーさんからのプレゼント、これがローで、俺が今メインで履いてるのはコンバースのオールスターのこの黒の無地のあの紐がないスリッポンタイプ、これ気に入ってるかな。ハンマユージローカンフーシューズみたいな上履きみたいなデザインなんだけど、これが一番ヘビーで履いてるかな。もうオールスターしか履いてない、うん、こんな感じ。流行りとかは分かんないけど、いやもうニコ生無理だよ、ニコ生無理、客がいない、面白いこと書くリスナーもいない。マーチンのラバーソールよりも俺、マーチンのラバーソール、ラバソってマーチンじゃなくない？マーチンはブーツ系じゃないの？ドクターマーチンだったら。ドクターマーチンあんま好きじゃないんだよね俺、うん、ラバソもあんま好きじゃない。 なんでかっていうと、あの靴自体の、あの性能が良くないの。俺結構ね革靴好きで、うん、だからあのあんまりね、ラバーソールってドクターマーチンじゃなくない？うん、ノーブランドあんま興味ないですか？いやまあ興味ないですね。ないですね。はい。なんで？ねマロさんが靴なんか扱ってるの？靴のメーカーとか。ロボット？頭痛が抜けねえ。ラバーソールは、そう、ジョージ・コックスだ。そうだ、ルナさん。そうだよね、ラバーソールはジョージ・コックスだよね。ジョージ・コックスも持ってたし、マーチンも2個持ってたんだけど、なんか、定番すぎるかなっていう。あ、でも、革ジャン着てねえな、今年。革ジャン。やっぱ俺と言ったらこれだよね。ジムズインの革じゃん。俺と言ったらこれじゃん。ジムズインの革じゃん。もうジムズインっていうのが絶妙にいいでしょ。これこれ。え、さっきはありがとうってなんだろう。こんばんは、たかちゃん。これこれ。ジムズイン。ここ。出たっつって。いや、ジムズインディスらないで。もうないんだよ。ジムズインって、もう、これ40年ぐらい続いてるショップで、もうないんだよ。ショップが。パンクショップ2個しかないんだよ。666とジムズインしかないんだよ。いや、これかっこいいでしょ。この革ジャンは。ああ、そうなんだ。ああ、ごめんごめん、マロさん。え、ジムズインはめちゃめちゃ古い。40年やってるメーカーだよ、これ。日本で。まあ、知らねえだろうな。はっきり言ってダサい。お前らセンス悪いな。お前ら流行でも追っかけてろよ。
まあ、ごしゃぶ事件の時来てたからね。聞いたことない。マジで言ってんの？ああ、いいね、ありがとう。ここにチャックついてんだよ。めちゃくちゃかっこいいでしょ、これ。これ、ブルーと赤と黒があったの。黒白。で、赤い革ジャンってなかなか売ってないのよ。あの、高いやつは売ってるんだけど、20万とかすんのね。で、ジムズインだとこれ、いくらだっけな。ジムズインって安いんだよ、すげえ。物はあんま良くないんだけど、正直言うと。赤で、まあ、本革で、これいくらだっけな。これ5万ぐらいだっけ。だからまあお買い得だなと思って、赤は一着やっぱパンクスで持っておきたいから、うん、ありがとうマロさん。ファッションだよファッション、うん、忘年会行ってないっすね。わかんねえんだこのかっこよさ。懐かしいね、あゆみね。この前あゆみの前の店に飲みに行ったら、あゆみの看板出てきたよ。ワドまだ看板あるよっつって、うん、バーあゆみ、あゆみの看板出てきたよ。3年間放置されてたって倉庫に。いや、回収してきたよあゆみの看板。え、ヤフオクで8900円で出てるこれ、マジで言ってんのジムズイン革ジャン赤のこれ、嘘でしょ。8900円で売られてんの。いや、まあ革は劣化していくよ、しょうがないよ。マジで俺買った時5、6万したけど、これマジかよ。ショットのブルーの革ジャンはちょっと欲しいかな。でもね、1万円のニットつけてくれたんだよね、店長が。これもジムズインでリバーシブルのニット、これプレゼントしてくれたね。リバーシブルの本革のニット、こっちが本革で、こんな感じ。ほらパンクスでしょ、どっからどう見ても。アイテムありがとう、今日持ってる全部アイテムありがとう。うん、ソラノスケこんにちは。パンクスでしょ完全に。ねえ、いいじゃんね。パンク系、いや、ここそんな高くないよ。これに、あの、コンバースだね。もうパンクスがいないもんね、今。パンクスがいない。そうそうそう、ニット帽かハットかだから、パンクスは。そう、あ、俺ヒョウ柄あんま好きじゃないんだけど、パンクの定番なんだけど、ヒョウ柄はあんま使わないかな。こっちか、ヒョウ柄にもなる。トラファルガーローみたいになるんだよわかる、
トラファルガーローでしょこれ、この柄。パンツはリーバイスだね。黒い革ジャンも欲しいな。ショットが欲しいな。ショットの革ジャン、うん、そうそう、もう気持ちはパンクスだから。似合ってる、ありがとう。これでギター弾いてたらかっこいいでしょ。これでギター背負ってたらなんかステージ映えしそうだけどね。町田にいる VK はあんまり好きじゃないかな。チューニング狂ってんな。ベース弾けるかな、あーディオールのジャケットとかクッソ興味ねえわ、クッソ興味ねえ、うん、むしろダサいと思ってるもん、なんかやだね、なんかむしろ中二病なアイテムでそれいくらすんのって笑われた時に、あー200万とか言いたいよね
わかる。え？みたいな。なんかよくわからないアイテムを200万とかがいい。ていうか頭痛が抜けねえな今日。でも本当になんか金掴んでもなんかわけのわかんないもの買い続けるだけだと思うよ。なんかブランド品とか腕時計とか全然興味ないもんね。なんかグッとこないんだよね。かっこよくないっていうか。ちょっと頭痛いね。こういうものの方がかっこいいじゃん。わかる？この腕輪ディスるやつとかよくわかんないもんね。めちゃくちゃかっこいいのに。いいね、ありがとう、ハンナさん。この腕輪とかめちゃめちゃかっこいいじゃん。俺これすげえ仕上がってると思うもん、左腕。なんでこのセンスがわかんねえんだろうな。ここ左腕こっからここまで全部ジャラジャラにしたいんだよね。そう。なんだろう普通に単純に美的センスがなんかないんじゃねえかなっつうか、なんか周りがいいと思ってるものを着てるだけであって本人の個性ではない気がするの。自分らしさをアピールできてないっていうか、うん、唐辛子って言われてるやつ。そうだから便所さんだけが評価してくれるんだよね。和道おしゃれだよねとか、和道なんかこだわってるよねとか。便所さん以外はねみんな俺のこと小バカにするんだよ。便所さんが持ってるアイテムもすげえかっこいいアイテムいっぱいあるんだよね。なんか自分が身につけたいものを身につけるのがファッションなのに、なんか周りがいいと思うものを身につけて何が面白いんだよみたいな。いやーかっこいいね。なんか男の趣味部屋って感じですげえ好きだけどね俺は。なんか周りに合わせていくファッションやるやつって自分を持ってないやつだと思うんだよね。そもそもさ、パンクファッションって何なのかってさ、ダサい美学じゃん。例えばさ、その指輪、はい、指輪、はい、なんかさ、そのパンクスがなんでさ安全ピンとかさやってるのかって、これ知ってる人いる？なんでパンクスが革ジャン着てるのかって。もともとこれって、パンクブームメントの世代って貧乏人ばっかりだったの。子供たちが就職とかあぶれてて金を持ってなかったの。でもおしゃれしたいじゃん。で親父の世代とかがローライダー族なのよ。要はあのなんだっけ、映画とかで流行ったじゃん、あのハーレー乗ってチョッパースタイルの、なんか革ジャンが必ず眠ってたの。あのパンクスの世代のあのなんだ
子供たちで、親父が着なくなったボロボロの革ジャン、穴開いたりしてるのを安全ピンとかで止めて、あのファッションになったのよ。要は穴とか開いてたりとか破れたりしてるから、そのなんつうの、ワッペンつけて安全ピンで止めてってやってたんだ。そう、もともとその高級ブランドじゃなくて、金がないけどおしゃれをしたいっていう、そうイージーライダーだ、そう、うん、それでいいのにさ。そう、だからもともと金持ってないやつのファッションなんだよ。その思想がかっこいいから、なんかなんだろう、貧乏人たちが革命を起こすぞみたいな、ファッションとかその思想とか、なんだろう、反社会的な、なんつうの、無政府主義、アナーキズムとか、なんかそういうのが好きで俺はパンクファッションやってんだけど、そうだからそのマジョリティ側に取り込まれねえかんなっていう、なかなか伝わんないよね。お前らのルールでは生きないっていうこの現れなんだけど、だからね、もともとなんだっけ、あのなんだっけ、有名なやつ、あのなんだっけ、なんだっけ、あのなんか土星かなんかのやつ、なんて言うんだっけあれ、なんだっけ、ビビアンか、ビビアンだってあれもともとパンクスのアイテムだったんだよ。なんかおしゃれブランドみたいになっちゃったけど、あれはこういうファッションしてる人たちが身につけてたブランドでしょ、もともと。お疲れっすー。ねえ、野菜食わないとね。クロムハーツあんま好きじゃねえな、うん、微妙かも。頭痛いんだよ今、イラついてないよ、頭痛が半端じゃなくて調子悪いんだよね、ごめんね、イラついてはいないよ。まあエスニックファッションが好きだね俺は。薬怖い、よっぽどひどい時じゃない飲まない。そう、喋る仕事やってるからろれつが回んなくなるのが怖いの、舌がもたつくんだよね、ただでさえ滑舌あんま良くないから。頭良くなんないね、2時間経ったけど、まさっきよりはだいぶいいけど、
張ってるね。なんかね、みんな同じスーツ着て、みんな同じユニクロ着て、何が面白いんだよっていう。部屋の中あったかいね。頭痛のツボなんだ。人生に正解なんかないから。人生に正解なんかあったらみんなそれやってるよ。ここね。あ、ほんとだ。ちょっと柔らぐね。お風呂入った時、そうだね、今日お風呂入った時に押すよ。ありがとう。じゃあ一回これで枠閉じます。皆さんありがとう、たくさんアイテムありがとうね。一旦休憩します。お疲れ様です。おつおつ。